毎日継続していることは何ですか？継続、毎日ご飯食べてますね、うん、毎日寝てますわ、うん、まあ皆さんは生きているっちゅう継続をしてるわけですから、それだけで尊い存在じゃないですか、ね、生きるって大変なエネルギーを使うんですよ。だから毎日毎日ご飯食べんとやってけんでしょうが、それぐらいエネルギーを使うんですわ。だから自分を褒めなさいよ、まず、ね、よくこういうことを聞く人はね、私は何にも続かないんです、ね、私ダメなんです、全然続かんのですって、もう本当に私ダメ人間でみたいな紹介をするんですけど、まあこういう種族の人たちは寄ってたかって世の中から自分を否定する材料を集めてくるんですよ。もう自分を否定する材料集めのプロですよ、この人ら。まあ、そこら辺で箸が転んでも自分を否定する材料に使いますから、あなたね、ほな自分を否定する材料を探すぐらいだったら、あなたね、自分を肯定する材料を探した方が良くないですかってね。人はド M ですよ、ド M、ド S なんてほとんどいません、ド M です、ね、もっと私をいじめてみたいな、もっと私をダメだと言ってみたいな、でも本当にダメだってさ、めっちゃ怒るんですよ。だからね、めんどくさいんですよ、はっきり言ってね。私は本当にダメでって言って、そうですねとか言ってめっちゃ怒るんですよね。あのね、そうですねって言われて怒るようなことを言っちゃダメですよ、本当にね。私ってもう本当にダメ人間でとか言われて、みんなからそうですねとか言われて、いや本当とか言う人ならまだいいですけど、あれ本心では否定してほしいんですから。だからめんどくさい、めんどくさい人間の代表じゃないですか、かまってちゃんなんですよ、もうはっきり言って。で、かまってちゃんは人のエネルギーを食べて生きてるわけですから、もうね、すぐ離れた方がいいですよ。離れるのがその人のためを思ってください。はい。構えば構うほどその人をダメにしていきますから。だって、構えば構うほど自分をダメにする材料を集めてくるんですから。もうさっさと見限った方がいいですから。そしたら、不幸の材料を集めてもうまくいかないんだという学習をしますから、その人は。あのね、不幸自慢する人は、たまたま不幸の話をしたら相手してもらえたんですよ。だから調子に乗って不幸自慢とかを始めるんです、バンバン。だって幸せな自慢したってあなた構ってもらえんでしょ。私も今日も幸せで最高みたいな、あの人変な宗教入ったのねっつってね、あの人はほっといても大丈夫みたいな。でも私もう死ぬとかいう人はほっとけんじゃないですか。でほっとけんからつい相手するじゃないですか。そのエネルギーで生きてるわけですから。だからね、一刻も早く見限ってください。でね、そんなことやっててもううまくいきませんっていう学習をね、とっととさせた方がいいですわ、まだ手遅れにならんうちにね、はい。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。